毎週月曜日、夜の9時15分からはラジオ関西福島はじめのハピネス歌謡曲、10月30日のゲストで、お越しいただきました高橋花子さんでございます。はい、高橋花子です。ありがとうございました。ゲストに来ていただきましたありがとうございました。嬉しかったです。あっという間の時間で帰りたくないやっぱ会えてない時間が多いだけに、はい、なんか積もる話いっぱいあって、いやもう本当に収まらないよね。収まらないというかまだ全然出し切れてないですけどすいません。いや多分1時間は欲しい本当にで話尽きないと思う。はい、もう本当に嬉しい、ありがとうございます。いやいやいや憧れの方なんですありがとうもうね人生乾杯で、ね、スタッフで入ってた頃からでしたからね。本当にいや僕は思います。本当に実力は本当折り紙付きというか、いやその当時絶対も伸びていくって僕は期待してましたし、いや今も歌をこうずっと続けてるっていうのが僕も嬉しいことでね。いやもう頑張ってるというか、うん、すごい素敵なショーを見ながら私もあ頑張ろうって思わせていただいた、もう本当に先輩今度なんかいろいろ教えますよ。なんか ギターやら三味線とか、はい、お願いしますなんかやろうよ。やりますやりたいです、はいはい、で、ま、今頑張ってるのがこのさっちゃんの聴診器、さっちゃんの聴診器です、はい、今回の放送でも、はい、お届けしますのでぜひ聴いてください。はい、すごいハートフルな曲になってますのでぜひぜひお聴きください。グッときますよ。